Thank you.
とうございました。作った映像を流しながら演奏したりしてるんですけども、これはうちの僕の実家の岐阜県の中津川というところなんですけども、長野県、岐阜県と長野県の間ぐらいの木曽っていう地名に近いところなんですけども、うちの近所の写真です。最近全然人とか歩いてないとこなんですけども、リニアモーターカーの駅ができるっていうことが最近決まりまして、どうなるのかなっていうふうに思ってます。唐突なんでしょう。
ー